皆さんこんにちは。レノファ二郎の部屋へようこそ。レノファは、アウェーで FC 琉球さんと戦いました。ボートレース徳山でのパブリックビューイングに応募していたんですが、この台風の影響で残念ながら中止となってしまいました。とても残念。今度一回行ってみたいと思いますので、また応募していければなと思います。ですが皆さん、ここで朗報です。なんと、いつもお世話になっているフォロワーの小鍋さんが、沖縄に遠征に行かれていまして、その動画をいろいろ提供いただくことになりました。ありがとうございます、小鍋さん、ね、現地の沖縄の雰囲気なんかもね、楽しんでいただけたらなと思います。それではご覧ください。なんと FC 琉球さんのスタジアムは僕はてっきり那覇にあるもんだと思ってたんですが、沖縄市にあるそうで、バスで1時間20分かかるということでした。今回沖縄まで訪れたサポーターの方は25人前後ということでした。いや、皆さん本当にありがとうございます。
来い。お、おわ、おわ、ラオ、お、キーパーだ。キーパー、はよ、打て、はよ、はよ。うわあ、マジかあ。終わりました。0対0です、ゴール前に詰め寄るシーンも何度かあったんですが、うーんという試合展開ですね。もうね、すっきり勝っていきましょう。すっきり勝って、ちょっと風が強いから。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いけー、よっしゃー、よっしゃー。おほほー、誰、ケンちゃん、誰、ケンスケ。おー、やったー、入ったー、よし、よし、よーし、いい、いいですね。オッケー、ほえー、おー、綺麗に入った、ふわーんと、すごい浮かせた。おー、ケンスケ、ケンスケ選手、あら、ナイスシュー、初ゴール、エルが来た初ゴール、あ、そうかも、多分初ゴールじゃない。おー、綺麗、綺麗に入った、やった、やった、やった。よっしゃ。今回の MJP ですが、佐藤健介選手です。おめでとうございます。いや、佐藤選手の綺麗なね、レノファ移籍初ゴールがギュイーンと決まりました。おおって技ありのゴールでしたね。佐藤健介選手のますますの活躍を願って、佐藤選手のちゃんと歌わせていただきます。オレンジのマエストロ佐藤健介、今突き進め勝利をつかめ健介。準 MJP としては今回高橋秀典選手を押させてください。高橋選手ね、非常に体幹の強い守備で、今回もねピンチの芽をどんどん刈り取っていました。菊池隆歩選手を彷彿とさせるような、まあ、タイプはだいぶ違うんですがね、本当にガッツのある高橋選手のプレーがね、僕は大好きです。今日の勝利で、勝ち点が43になりました。もう早くも去年に並んだ形になります。勝ち点50を目指してね、50台目指して頑張ってほしいものです。もう残留もね、残留ももう大丈夫だと思いますんでね。前レノファはね、やれ降格候補だのなんだのいろいろ書かれて、ちょっともうね、いろいろ頭にきていたところですがね、もう本当にね、どうだこの野郎という感じです。今こうね、レノファは次節は、アウェーでザスパ草津さんと戦います。さあ、次の試合も頑張ってほしいものです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。